映画弟とアンドロイドと僕、1月7日公開です。僕は豊川さんの敵役のである弟なんですけども、そうですね、まあ本当のちょっと言葉では説明できない映画です。役も説明できない映画です。ですから本当にこう見てもらって、映画館に見てもらって、それでなんかそのこの映画をこう感じに行くっていう感じですかね。坂本ファンだったら絶対見たい映画だと思うし、これで本当にその坂本ファンとして過去作を掘り下げてほしいっていう映画になってます。よろしくお願いします。